犯行現場における指紋のように、これが事実認定の結論に結びつくか否中が、推論に依存するような証拠ないしは、事実を言う。日本語では、状況証拠は、状況証拠とも表記され、日本の法律学の文献では、後者の表記の方が、むしろ多く用いられるが、日常用語や、報道用語としては、前者の表記が、一般的である。 状況証拠が事実認定の結論に結びつくか、田かは推論に依存する。という命題の意味を、被告人 A が、窃盗罪の素因で起訴された事件を例にとって、説明する。素因は、被告人 A は、Y 年メートル月 D 日午後1時25分頃、S 駅付近で、被害者 V の財布を盗んだ。というものであるとしよう。本件で、 検察側が立証しなければならない事実は以下の二つに分解することができる。要証事実、直接証拠、間接事実、状況証拠の関係図部位が次の通り供述していると仮定する。Y 年メートル月 D 日、私は S 駅近くのデパートに出かけるために午後1時23分、S 駅儀の電車に乗りました。電車は 時刻表通りに S 駅に着きました。私は S 駅の東改札口を出て駅前広場を横切り、駅前交差点で歩行者用信号が青色に変わるのを待っていました。その時、私は右肩にトートバッグをかけ、バッグの中に財布、化粧道具、携帯電話などを入れていました。私はふと右下の方を見ました。足元で 猫が鳴いたような気がしたのです。すると、私のバッグの中に誰かが手を入れているのが見えました。私はあまりに驚いたので、助けを求めることも逃げることもできませんでしたし、誰かが私の背後にいると思いましたが、振り返ることもできませんでした。何秒か経った後、誰かは私のバッグから手を抜きました。私は誰かの手が私の財布を持っているのを見ましたが、 それでも、あまりに怖かったので、誰かの手を、じっと見ていただけでした。全然思い出せません。この証言が信用できるときは、第一の要証事実が真実であることが、直接的に指示される。すなわち、何か別の証拠や推論を必要とはしない。このような証言は直接証拠と呼ばれる。これに対して、第二の要証事実については目撃者が、 判明しなかった。それでも、あの男が、女物の財布を持ってる。泥棒じゃないと、指名不明の女性に話しかけられた、警察官が、挙動不審に見えた、中年男性 A を、駅前広場で所持品検査し、V の学生証などが入った財布を発見したので、駅前交番で、A に、事情聴取していたところ、V が来所して、財布の盗難を届け出たため、 警察官は A を逮捕したという経過はあったと仮定する。以上の経過は捜査報告書に記載されている。つまり次の事実が認められる。このような事実は第二の要証事実と等価ではないが、財布は自力で動かないのに V が盗まれた財布を A が所持しているのだから、財布を盗んだ犯人は A のはずだ。というような推論を合わせると、 第2の幼少事実が真実であることを間接的に指示することができる。このような事実を間接事実という。状況証拠とは、間接事実の根拠となる証拠、あるいは、間接事実そのもののことである。状況証拠が幼少事実の認定に役立つか否かは、間接事実に結びつけられた推論の妥当性に左右されるので、 状況証拠が事実認定の結論に結びつくか、田かは推論に依存する。と言われる。間接事実は、それ自体が、複数の説明を許容する。例えば、A が次の通り供述していると仮定する。俺は駅前で女の子を眺めて、暇を潰してた。そしたら、名前を知らない女が突然近寄ってきて、これあげる。 と言いながら俺の手に何かを握らせたんだ。いや、何を持たされたか、すぐにはわからなかったな。俺は、女の顔とか、胸に興味があったからな。女はすぐにどっか行った。覚えてねえよ。嘘だって言うんなら証拠し出せよ。女が見えなくなってから手を見たら、財布があったんだよ。その瞬間だ、おまわりの野郎が近寄ってきやがったのは。A は 第三者から部位の財布をもらったのだとすれば、第二の幼少事実が真実か否かは怪しくなる。このように、間接事実から幼少事実を推論することを妨げる事実を消極的間接事実と言い、消極的間接事実との対比を強調したいときは、通常の間接事実を積極的間接事実ということがある。A の供述は、 第三者の介在という消極的間接事実の根拠となる状況証拠である。ある証拠が直接証拠であるか状況証拠であるかは何を要証事実と設定するかによって変わりうる。上記の捜査報告書は要証事実を犯人イコール A と設定すれば上で説明した通り状況証拠であるが、 要証事実を被害品の近接所持と設定すれば、記載内容が信用できれば、被害品の近接所持を直接的に指示できるのであるから、直接証拠である。上記の A の供述も、要証事実を犯人イコール A と設定すれば状況証拠であるが、要証事実を第三者の介在と設定すれば直接証拠である。このように、 証拠が直接証拠であるか状況証拠であるかは、結論が自明であるか否かで決まるのではなく、推論が必要であるか否かによって決まる。証拠とそこから認定される事実との関係を図示すると、末端には何らかの直接証拠が現れる。そして、直接証拠についても、その信用性を高めまたは低める事実や証拠を、想定することができる。積極的。 消極的の別も間接事実と同様に考えることができる。蒸気の素因を例にとると、次のような W の供述から認定できる事実が、A の供述の消極的補助事実となる。V の背後で男が信号待ちをしているように見えました。特に注目していたわけではありませんし、遠目だったので自信はありませんが、一見して、 女性とわかる格好ではなかったと思います。その男は、急に向きを変えて、S 駅方向へ歩いていきました。それから何秒か経ったでしょうか。V がその場に座り込みましたので、私は、V が熱射病にでもかかったのかと思って慌てて、駆け寄りました。V は、お財布、と言いながらしくしく泣いていましたので、私は、V が、 さっきの男に財布を盗まれたのだと思いました。それで、私は、大丈夫よ。私と一緒に交番に行きましょう。と声をかけて、部位を駅前交番に連れて行ったのです。これは、補助証拠が直接証拠である例であるが、もちろん、補助証拠が状況証拠である例もある。例えば、部位が、財布に入れていたクレジットカードが、円及び部位が、 交番にいる時間帯に使用されたことがカード会社の報告により判明したとすれば、カードは自力で動かないのに、A を呼び、V の下から離れたのだから、A より前に財布に触れたものがいたはずだ。というような推論を合わせると、A の供述が真実であることを間接的に指示することができる。すなわち、カード会社の報告は、A の供述の積極的補助証拠となる。 状況証拠である。直接証拠がそれ自身に補助事実を内包することはある。しかし、直接証拠がそれ自身のみで信用性を担保されると安易に考えれば事実認定を誤る危険性が高まる。直接証拠の信用性を考える際には補助事実や補助証拠の収集、検討が不可欠である。証拠は 供述証拠と非供述証拠とに対別される。供述証拠とは、人の認識を証拠とするもので、自白、証言、陳述書、手記などの形態をとる。非供述証拠とは、供述証拠以外の証拠であり、原則として、状況証拠である。犯行現場を撮影した動画を直接証拠に、分類する学説もあるが、動画自体は、誰かが誰かに、 犯罪行為をしたように見える動画が存在する。という事実を証明しているだけで、その動画の撮影内容が真実であれば生じる。はずの事態が現実に生じたことが別途立証されなければ何らの推認力も持たないと考えれば、現場動画も状況証拠である。状況証拠の証明力が弱いという誤解は広く存在している。定義から当然であるが、 直接証拠が単体で、要証事実を証明し得るのに対して、状況証拠は、単体では、要証事実を証明し得ないから、そのような誤解が生じるのも無理はない。報道機関が、無罪判決に関して、状況証拠しかないのに、無理な見込み捜査が行われたのではないか、と論評する例が多いことも影響している。複数の状況証拠が互いに補強し合って初めて、 それぞれから引き出される結論が裏付けられることもある。これとともに、このような状況証拠は、ある特定の推論を他の推論よりも強力に支持することができる。ひとたび代替となる説明が排除されれば、状況証拠を含む説明は、より一層もっともらしいものとなる。状況証拠があるとき、事実認定者は、ある事実が存在したと推論することが可能となる。 刑事法では、事実認定者は、主張が真実であることを支持するために、推論を行う。合理的な疑いは、状況証拠と結びつく。というのも、状況証拠は、推論に依存する証拠であることから、合理的な疑いという基準が設けられることによって、刑事事件であれ、民事事件であれ、あるものを有責と判断することが公正と、 言えるためには、そのものに不利益な状況証拠が十分に揃っていることが必要となるのである。合理的な疑いは法廷で用いられる最高水準の証明であると言われる。合理的な疑いは法廷で使用される最高水準の証拠として説明されており、陪審員が道徳的な確からしさをもって被告人が 犯罪について有罪であることを乱すことを意味する。それゆえ、あるものに不利益な状況証拠が十分ではないとしても、その状況証拠が当該事案に関連してなされる別の判断に貢献することもあり得る。専門家承認が提供する法科学的証拠は、状況証拠として取り扱われるのが通常である。例えば、法科学者は、 被害者を殺害した銃弾を被告人の銃器が発射したことを裏付ける弾道学的検査の結果を提供することがあるがその銃撃を被告人が言ったとは必ずしも言えない状況証拠は民事事件でも刑事事件でも直接証拠がないときに特に重要になる状況証拠は民事法廷において法的責任を論証しまたは反駁するために 用いられる。状況証拠は、例えば製造物責任訴訟や交通事故において最も一般的な証拠の形態である。滑走根の法科学的分析によって事故を復元することが可能になることもよくある。滑走根の長さを測り、車と事故の当時における路面条件との動的解析を行うことによって、運転者が速度を過小評価していたことが、 判明するかもしれない。法科学及び方向学は民事事件でも刑事事件におけると同様によく用いられる。状況証拠は刑事法廷でも推論を通じて有罪または無罪を立証するために用いられる。自命な例外を除けばほとんどの犯罪者は直接証拠を生み出すことを回避しようとする。それゆえ検察官は通常 恋ないしは意図の存在を立証するために状況証拠に頼らざるを得ない。原告が不法行為法に言うところの加害者から損害賠償を得るためにその過失を立証しようとする時も同様である。状況証拠の一例としては犯行推定時刻前後におけるある人物の言動が挙げられる。お金を盗んだとして訴追された者の,の事例で言うと、 盗難推定時刻の直後に、容疑者が高価な物品を購入して、景気よく散財していたのを目撃されたとすれば、その散財が容疑者が有罪であることの、状況証拠であることが判明するかもしれないという、わけである。その他の状況証拠の例としては、犯行現場で発見された証拠の指紋分析、血液検査または遺伝子診断が挙げられる。この種の証拠は、 他の事実と合わせて考慮すると、特定の結論を強力に差し示すことがある。それでも、犯罪が行われた時に直接目撃した者が、いなければ、この種の証拠はあくまで状況証拠と捉えられるに止まる。もっとも、専門家証人によって証明された時は、とりわけ直接証拠が何もない時に、この種の証拠は事案を左右するに足りるものとなるのが、通常である。 時代が下って、法科学的手法が開発されることにより、古い未解決事件が解決されることも、頻繁にある。よくある、誤解の一つに、状況証拠は直接証拠よりも有効性が低く、重要性も低いというものがある。これは、一面では真実である。すなわち、直接証拠は、通常、最も強力であると考えられている。 しかし、刑事訴追の成功例では、大部分をあるいは完全に、関接事実に依存した例が多いし、民事訴訟の提起も、状況証拠ないしは、関節証拠に基づいていることが頻繁にある。現に、あらゆる事案で可能な限り強力な証拠を意味する、広く用いられる比喩、煙る銃、は、状況証拠に基づく、証明の一例である。同様に、証拠の指紋、 ビデオテープ、録音、写真及びその他の多くの物証であって、推論を引き出す根拠となるもの、すなわち、状況証拠は、非常に強力な証拠とみなされることがある。事実務では、状況証拠は、互いに整合し補強し合う複数の情報源に、由来することがあり得るという点で、直接証拠に勝ることがある。目撃証言は時として、不正確であり、 偽証その他の誤った証言に基づいて有罪とされた者も,も多い。ゆえに強力な状況証拠は氷結のためにより信頼しうる基礎を提供することができる。状況証拠からの認定を基礎づけるためには通常これを発見した警察官やこれを解説する専門家といった証人が必要となる。この証人はスポンサーないしは 認証証人としても知られ、直接証言を与えるとともに、目撃者と同様に、信頼性が問題となることがある。目撃証言は、信用しがたいことがしばしばあり、紛争や精妙な虚構の対象となることもしばしばある。例えば、タイタニック号は700名近い目撃者がいる中で、沈没したにもかかわらず、長年の間、 沈没前に船体が二つに割れたか否かをめぐって活発な議論があった。1985年9月に船体が発見されて初めて真実が分かったのである。もっとも多くの場合には同じ状況証拠の組み合わせから論理的には複数の結論が自然と引き出される。結論の一つが被告人の有罪を示すものであっても 結論のもう一つが被告人の無罪を示すものである、時は、疑わしきは、被告人の利益に、の原則が適用される。現に、状況証拠からは、無実の可能性があると見える時は、検察側は、その可能性がないことを立証する責任を負う。レイティモシー・マクベイの有罪判決の証拠の多くは、状況証拠であった。ロバート・プレヒトは、 マクベイの公判について、検察側が、間接証拠を用いていることは、心配するに及ばない。と述べた。2004年のスコット・ピーターソンの殺人事件公判も、状況証拠に大きく依存した、有罪判決の有名な一例である。状況証拠に依拠した事案としては、ネルソン・セラーノの例も挙げられる。2015年の沈文心の殺人事件公判は、 被害者とされる、はたの死体が発見されず、状況証拠のみに基づいた、有罪判決であった。状況証拠の、確からしさに関しては、ヘンリー・デービッド・ソローが書いた格言が有名である。曰く、状況証拠の中には、非常に強力なものがある。あたかも牛乳の中で泳ぐマスを見つけたかのごとく。ありがとうございます。